はい、5番でございます。仙台トリテスです。これからですね、2019年3月にはなくなる中央ライナーに乗って、中央ライナーの、グリーン車の、ちょっと満喫してきから、ホテルに向かいたいと思います。中央ライナーとオウムライナー、 JR では総称としてホームライナーと呼びます。ライナーとは通勤時間帯に客席乗車のニーズに応える目的で設定されている列車を指します。最近では JR のみならず、大手私鉄も客席サービスを導入しており、ホームライナーは、その客席サービスの先駆けとも言えます。この中央線を走るライナーの歴史は、1991年の3月まで遡ります。まだ中央線特急が183系で運行されていた頃、おはようライナー高尾、ホームライナー高尾、おはようライナー青梅、ホームライナー青梅が運行開始。その5年後、おはようライナー高尾、ホームライナー高尾の使用車両を185系に変更。しかし、その185系はたった5年で使用車両を変更されます。そして2002年、Uカード限定で、携帯電話からの予約を開始。しかし、他のクレジットカードでは駅ネットで特急列車の予約ができるのに、なぜライナー券だけはUカード限定なのか、疑問が残ります。そんな疑問がお客さんにも、または現場の人間にもあったのか、2019年3月16日のダイヤ改正で、中央ライナー、青梅ライナーが廃止。代わりに、特急八王子、特急青梅が設定されました。実を言うと、鉄道会社的には、他に理由があってライナー廃止を行った、別の理由があります。それも後ほど説明しましょう。出発です。ご足元赤色の乗車目標前でお待ちください。お取り忘れには当駅には停車いたしません。各駅停車水道橋方面はお茶の水駅でお乗り換えです。中央線の各駅停車電車は当駅には停車いたしません。各駅停車水道橋方面はお茶の水駅でお乗り換えです。この日は中央線全体のダイヤが乱れていました。このライトは E257系、つまり渋滞している状態です。東京駅の中央線ホームは1番線、2番線。中央線は他の番線に入線することはできない上、ここ東京駅で折り返し運転を行っているため、ダイヤが乱れた時、回復させることは困難。やはり、少なくとも2面4線は必要だったのかも。いや、そもそもこの少ない面積でこれだけの路線数、日本の建築技術にはいつも驚かされますね。中央ライナー5号、高尾行きが参ります。危ないですから、黄色い展示ブロックまでお下がりください。ありません、ご注意ください。ライナー号到着です。到着後、折り返し運転の準備を行います。お並びのお客様は今しばらくそのままにお待ちください。次の電車をご利用ください。お持ちのお客様はご乗車になりまして出発をお待ちください。本日もご利用いただきまして誠にありがとうございます。パスタイムライナー券は完売です。はい、それでは中央ライナーで、高尾まで向かいます。お待たせいたしました。中央ライナー号をまもなく発車いたします。ライナー券をお持ちでないとご乗車にはなれません。ご注意ください。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は中央ライナー午後高尾行きです。途中新宿立川八王子に停まります。全部の座席が指定席です。指定されたお席をご利用ください。車内はデッキを含めまして全車両禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は新宿です。 Ladies and gentlemen, welcome on board the 中央ライナー bound for Takao. We will be stopping at 新宿、立川 and 八王子。 All seats are reserved.Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Shinjuku. ご乗車ありがとうございます。この列車は中央ライナー5号高尾行きです。前から11号車、10号車の順で一番後ろが3号車、8号車の一部がグリーン車です。すべての座席が指定席です。ライナー券に指定された席をご利用ください。新宿からご乗車のお客様もいらっしゃいますので空いている席にお荷物などを置かないようご協力をお願いいたします。席を移動されたお客様はライナー券を配信いたしますのであらかじめご了承ください。中央ライナー5号は東京を出発すると新宿、立川、八王子に停車。新宿まではご覧の通りノロノロ運転。中央線はただでさえダイヤに余裕がないのに、その上特急列車、ライナーと、優等列車も走っています。さらに言ってしまえば、今日は中央線のダイヤが乱れに乱れまくっております。なおさら、新宿までノロノロ運転が続きますね。それにしても、東京の夜景は本当に美しい。私の地元の夜景はこんな感じ。仙台市といっても、郊外を出ると田んぼ道。話が逸れてしまいましたね。中央ライナーは、2019年3月に廃止され、代わりに特急八王子、特急青梅が導入。ライナー券は、普通席510円、グリーン車が720円。そして、特急八王子、特急青梅の特急料金が、50キロまで760円、グリーン車を利用すると1280円。100キロまで1020円、グリーン車を利用すると1540円となります。仮に八王子まで向かう場合、ライナー利用と特急利用では、普通車の場合は250円の差が生まれ、約 1.5 倍の値上がりとなりました。グリーン車だと2倍にも膨れ上がります。値上がりした理由としては2つ。1つ目は、着席しやすくなったこと。今まで、ライナー券は事前予約する場合、Uカードを使用し、駅ネットから予約を行うしかありませんでした。特急列車にしたことで、Uカード以外のカードからも、駅ネットでの予約、指定券の購入が可能になりました。そのサービスも含めての値上げに踏み切ったと思われます。まあ、同時に特急あずさ、開示の特急料金と同じにした方が、めんどくさくないでしょうしね。二つ目は、収益を増やすため。先ほど申し上げた通り、ライナー券と特急券の差額は、約250円。単純計算で 1.5 倍の増収が見込めます。しかし、問題なのが、所要時間。東京駅を21時ちょうどに出発していたホームライナー5号は、東京から八王子まで51分。東京駅を21時15分に出発する特急八王子7号は、東京から八王子まで52分。なんと、特急八王子の方が、八王子までの所要時間が伸びているのである。そもそもライナーとは、着席を提供することを目的としているため、急行、特急列車ではなく、基本的に普通列車として位置づけております。つまり、2019年3月のダイヤ改正で、特急格上げとなったのだが、逆に遅くなってしまいました。これには、東海道線を走行する湘南ライナーの代わりに導入される特急列車にも言えることなのかもしれません。正式決定したわけではありませんが、特急平塚なる謎の列車が、試運転で目撃されています。JR から正式発表されたわけではないので、確かな情報ではないのですが、中央ライナー同様、湘南ライナーも特急格上げを目論んでいるのかもしれません。この際、車両も列車名も変えた方が、運転士にも乗客にも優しく、収益も増えるため、JR にとっては一石三鳥なんです。だからこそ、所要時間が増えても、特急格上げをしている理由はそこにあるわけです。なんか、どこかの九州の鉄道会社のやり方と同じですね。
の代わりとして設定された特急八王子は、名前の通りここ八王子が終着。本来中央ライナーは一部列車を除いて高尾まで運転されますが、ダイヤ改正で運転区間も縮小されることになります。
まもなく終点高尾です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点高尾です。3番線に到着いたします。失礼します。こんにちは。ご覧の通り、E257 系のグリーン車は4列シート。JR 東は、4列シートをやけに好みますよね。わかりました。はい、終点の高尾に到着しました。257っていうのはね、今回のダイヤ改正で、転速になってしまうので中央線で見られるのは多分私としては多分これが最後でしょうね。そこまですごくお世話になった車両というわけではないんですけれども、いやー、ありがとうございました。Andreas.